もうそうそうですね。気がついた。あと10秒です。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。シリア今行けないんだ。はい。ブラウン。はい、今日のランクル旅トークお送りいたします。2017年9月21日木曜日夕方6時30分を過ぎました。昨日とね、ちょっと今雲行き怪しいんですけど、いい天気なんですけど急に雨降ったりとちょっとですね怖い天気ですね。ですね、今回を含めてあと2回ですね、あと2回でこの今日のランクル旅トークをちょっと終了いたします。旅のですね、世界一周の旅の総集編ということでやっております。今週はですね、中東とアラブ地方の話をしていきたいと思います。特にですね、今回ですね、今はいけないですねシリアのお話もたっぷりしたいと思いますので、これから30分間お付き合いください。 CM 行きますね、はい、CM すいませんいいっすね、ちょっとやっぱレニクラいいっすね、ちょっといいっすね、盛り上がる感じで、いやあ早いな本当に。ちょっと今日シリアめっちゃ多めにして、ヨルダンシリアエジプトも最近話したからシリア中心に行きましょうね。うん、シリア終わったら曲行って残った時間でヨルダンもらおうって感じ。なかなか今いけないですからね。シリア、もうしばらくは本当にいい経験できたんで。で来週だな、早く。早いですね。早いですね。本当に。はい、今日の待ってください、ね、これアラブの曲です、ね、いきます、はい、いいですね。はい、今日ナンクル旅トークをお送りいたします。いいですね、なんかアラビアっぽい曲で始まってますね。先週まではですね、ヨーロッパの総集編ということでお話をしていきました。今日はですね、中東とですねアラブ地方のお話ししていきたいと思います。ですね、とイスタンブールですね、その後戻りました、ヨーロッパの後ですね。でイスタンブールでシリアビザ取りました。これはレターですね、日本大使館にとって、イスタンブール のシリア大使館、今はちょっと行けないんですけど、当時10年前は行きましたね。で即日発行ですね、午前中申請して午後受け取りって感じで、当時20ユーロで15日間のビザ取れました。でそれから、あっちですね、トルコの南部アンタクヤですね、そこからですね、シリアに入国ですね、アレッポ行きのバスに乗りました。よくアレッポってよく聞くんですけど、ちょっと結構ISIS によくやられた町なんですけれども、すっごいそこいい町で、シリアでもナンバー2っていうか大きい町で、有名なのがオリーブ石鹸で有名ですね。ちょっと前にアレッポ石鹸って言っておく、東急ハンズでちっちゃいので、もう本当に1000円とかすごい高級石鹸で売ってた、そこのですね産地です。もうちなみに現地ではめちゃくちゃ安いです。はい、たくさん買って日本に送りました。はい、でそこですね、もうそこ本当にすごい人が良くて、イメージがですね、中東って本当にイメージ怖かったんですけど、本当に人優しくて、一部の人が悪い人だけで、本当にもう行ってすごいシリア好きになって、うん、本当は15日でパッと見る予定だったんですけど、もう一回15日また延長して結局1ヶ月いました、シリアですね。うん、でそのシリアの話していきたいと思います。まずはアレッポですね、もう本当に何もすることもなくっていうか、毎日ですね、市場スークって言うんですけど、そこを散策してました。このアレッポの市場のスークがですね、もう世界遺産になってまして、本当に昔のですね、本当に建物でですね、なんか中にはですね、スパイスや貴金属がたくさん売ってて、本当に映画の世界ですね、ワンシーンのような感じな世界でした。本当に今ですね、スークがないんだろうなと思ったらすごい残念ですね。はい。で、そこからですね、東の方にイラク側の方に行きまして、タフリーズって場所に行きました。もう本当にこっちはもう
あと30キロ行ったらイラクって、その時もちょっと当時イラクはまだよ危なかったんですよ、行かなかったんですけど、うん、まあ結構近い町で、でもそこはほとんど外国人いなくてですね、結構日本人とか外国人見るともうおじいちゃんでも一言だけしてるウェルカムって言ってもう笑顔で迎えてくれる感じで、すごいいいところでした。でたまたまそこでですね、仲良くなった高校生と一緒にじゃあサッカー見に行こうってことで、あのサッカー、まあ、シリアリーグですね、日本でいう J リーグみたいなのを見に行きまして、行ったんですけど、まあ、本当にサッカー場というか本当になんていうの、市民陸上競技場みたいなところでやったんですけど、もう本当にみんないろんな見てるんですよ、ジロジロと。外国人全くいないんで、まあ、完全アウェー状態なんですけど、まあ、この高校生がいたんで仲良くしてもらって、うん、で、まあ、そしたらちょうどこの試合は 2-0 で勝ったんですけど、点数入るとですねみんな喜んでわーって盛り上がるんですけど、まあ、近くいろん、ね、何箇所かでなんか空砲になってるんですね、銃の、まあ、ちょっと怖いなと思いながらまあまあまあいいやと思って、でもあそこで面白かったのがですね、ハーフタイムの時に木を外出るよって言われて、なんでって言ったら、今からお祈りの時間って言って、お祈りみたいな、俺イスラム教じゃないしって言いながら、でもみんな出るんでやっぱちょっと合に入れば合に従えかなと思って、みんなで外に出て絨毯みたいなの並べてですね、みんなでなんかお祈りしてました、もう何やってんだろうと思ってたんですけど、なかなかこういうのは、ね、ツアーではできないんで、まあ、いい経験かなと思ってやってましたね。そういう思い出がタブリーズっていうところありました。またそこからですね、浜っていう町に行ったりとかしまして、そうですね、そこでですね、またこのクネイトラって場所があるんですね、シリアの南部の方なんですけれども、そこですね、ちょっと破壊された町って言われているところで、そこはパーミット、なんか許可書がないと入れない場所なんですけれども、これは申請は無料でできるんで、ちょっと申請をして翌日ちょっと予約を取っていくって感じですね。でここはどういうところかと言いますとですね、シリアの南部にあって、ちょうどゴラン高原っていうところがあるんですけれども、そこにあるちっちゃな町でなんですけれども、ここですね、第2次第3次かな、中東戦争の時にイスラエル軍がそこを占拠して、で占領してたんですけど、これを撤退するときに、まあ、人を、まあ、ちょっとね殺害したり町を壊しまくって撤退したんですね。でシリア政府はちょっとそれを残しておこうってことで、もう普通は復興するんですけど、復興しないでそのまま残したんですね。こういうことをやったんだよイスラエルはってことで、それを残ってるところで、で今はですね、国連軍が管轄しているところで、まあ、政治的に不安定な場所なんですけれども、でガイドがいてガイドと一緒に行かないといけない、好き勝手に回れないっていうちょっと制約があるんですけれども、でもそこがですね本当にちっちゃな、まあ、半分壊されているんですけれども、全く人気がないんですよ。本当に映画のロケ地みたいな感じで、街なんですけど、たまにこのなんていうんですか、野良牛が何頭かいる、歩いてるぐらいで、本当にちょっと不思議な町でした。本当にひどいことしたんだなっていう感じはしてましたね。でそこですね、まあ、面白いのがですね、まあ、モスク、まあ、シリアは結構イスラム教の方ほぼそういう国なんでモスクあるんですけど、そのモスクの隣に教会もあるんですね。でなんか話を聞くと、このイスラム教とかキリスト教とかユダヤ教の人がこっちはもう、まあ、仲良く暮らしたんだよっていう感じのところで、まあまあ、互いの宗教を認め合ってやってたんだなっていうところだったらしくて、なんかそう聞くとやっぱすごい平和な国だったんだろうなって思って、まあ、そこをちょっと壊していったっていうのはちょっとなんか残念だなっていうのはちょっと思いましたね。そういうですね、場所もありました。で、まあ、一つですね、すごい自分シリアですごいショックだったのが、パルミラって遺跡があります。そこも世界遺産だったんですけれども、本当にですね、あれ紀元前の遺跡ですね、チフルユーフロアテス文明の時でしたかね、本当にすごい遺跡で、もう神殿がですね、ギリシャにあるパルテノン神殿ですか、そういう感じな、もう神殿っていうか、まあ、それがもう結構壊されてはいるんですけれども、本当に何千年前のものなんで、でもそれがそのまま、まあ、いい意味で残されているというか、無法地帯なんですよ。例えばですね、普通だったら遺跡管理するためになんか柵を設けたり、紐をやったりするんですけど、何もなくて、下手したらこの登れるんじゃないかって、まあ登らないんですけど、触れるとか普通に写真撮ったりとかできて、でもうすごいいいところで、本当に今まで行った遺跡の中でも、本当にすごくいいな、一番好きな場所で。まあ、ピラミッドもすごいな、エジプトでも思ったんですけど、全然それよりも本当に規模も違くて、とっ
ってもすごい場所だったんですよ。まあでも何年か前に ISS が全部壊したっていうふうな感じ、残念なニュースが入ってきて、ああもう今二度と行けないんだなっていうちょっとショックですね。パルミラ本当にこの遺跡すごい良かったです。もう残念だなっていう、まあ、ニュースもありましたね。でまあそこからですね、またこのそのシリアの下ですね、ヨルダンに向かいました。ヨルダン有名なのは視界ですね。あの海抜マイナス2000メートルかなにあって、もう水がともう水分が蒸発してというか、もう塩分がすごい、高度が濃度が濃いところですね。でまあよく言われるのが、なんかその寝そべって本を読むっていう、読書ができるよって感じで、でまあね、まあ普通に行って同じことやるの面白くないんで、一番の宿からですね、あのラーメン持って行って、一応あの麺は伸びるんで汁を合わせて麺だけ持って行って、でラーメンを食べようって感じでやったんですけど、まあまあちょい受けでしたね。はい、まああんまり面白くなかった感じで。でもですね、視界って面白いんですよ。本当に平泳ぎできないんですよ。浮きすぎて足が上に出てしまうんですね。であとなんていうんですかね、あの水中を歩けるんですよ。なんていうんですかね、この足がつかないところまで行くと、あのなんていうんですかね、首から下は沈まないっていうんですか、もう首だけ出てる状態で、で歩いて前に進めるんですよ。不思議な感覚です本当に。はい、でただですね、あの入って大体、まああのまあ、3、40分後ぐらいですかね、まあちょっとあの、まあ、本当に体の一番デリケートな部分からちょっと染みてきて、まああのそうね、今あの時間なんでどことは言えないですけど、本当にあの今デリケートな場所ですよ。そこからもう染みてくるんですよ、やっぱ塩分濃いんで。なんでもすぐ出て、っていう感じですね。でまあちょっと一度はちょっとやってみたいなと思って、実験で、ちょっと軽く飲んでみようってことで、ちょっとちっちゃいコップ持っていって飲んだんですよ。あのですね、辛いを通り越すと苦いですね。はい、苦いです。もうすぐ吐き出しました。あれは飲んじゃいけないですね。本当に。下手したら、ね、死ぬかな、わかんないですね。本当に危険ですね。はい。で、このヨルダンですね。視界に行って、この後南部のにあるペトラ遺跡ですね。ここ行きました。ペトラ遺跡。映画、インディ・ジョーンズの最後の聖戦でモデルになったって場所ですね。ここはですね、あの、ヨルダン結構高いんですよ。あの、入場料金。他の料金、なんか外国人料金とかもまだやってまして、このあっちですね、1ヨルダン上段だったかな、このあれがあるんですけど、大体1ユーロぐらい、170円ぐらいなんです、当時では。で、現地の人は1ユーロで入れるんですけれども、外国人は20ユーロみたいな、もうこういう差別化してて、まあまあよくありがちなんですけれども、もうそれが嫌だったんで、夜中ですね、オープン前に朝方、そばの道から侵入するっていうね、ちょっとね、そういうのも、なんかちょっと最後の聖戦ごっこっていうか、インティン・ジョーンズごっこして、まあ、もう普通に入れたんですけれども、オープン前に歩いてたら、そこのスタッフに捕まって、どっから入ったって怒られて、じゃあもう警察行くかっていう感じで、じゃあもう行きたくない、じゃあ賄賂を渡せみたいな、まあ、ちょっとそういう感じですね。はい、で、ちょっとそのまま渡すの嫌なんで、ちょっと賄賂をなんか握ったりして、まあ、そこで賄賂を握ることも覚えまして、はい。まあ、これはちょっと裏話なんですけど、っていう感じでですね、シリア、ヨルダン、中東、すごい濃かったですね。楽しかったですね。でもやっぱその中でやっぱ一番シリアですね、本当に。あとシリアですね、あそこありました、あのラピュタの城、ラピュタですね、あれのまたモデルになっ一つになったって言われているクラック・デ・バリエっていう天空の城って言われているところがあって、そこもですね、ちょっと標高高いところにあって、丘の上にあって、ちょうど行った時は少しその下の方にちょっと雲があったりして、本当にリアルラピュタでしたね。あのクラック・デ・バリエってとこですね、はい、めちゃくちゃそこも良かったです。特に本当シリアはですね、城跡が多いんですよ。結構そういう城マニアの人はよくシリアに行くって言われてるぐらい、すごいもう本当にいろんな城があってすごい良かったんですけど、また平和になって行ける日があれば行きたいなって思ってます。ということで、まず今日1曲目行きたいと思います。懐かしい曲と古い曲ですね。パトリック・ヘルナンデスの Born to be Alive をお聴きください。ではモロッコ、パッと話しうい3分なんだね。大体したら4分ぐらいですかね。うん。
じゃまた51分から流してもらって、はい、今切りいいところで行きましょう。シリアまた行きたいけど、まあ、いや行ってみたいな。本当にめっちゃ人優しいんですよ、うん、もうあそこそのサッカー観戦行った地元の高校生5名くらいで行ったんですけど、うん、帰ってきて面白かった。うちこないんちって、家でもごちそうしてもらって、もう何語ですか？あ、じゃあアラビア語なんですけど、この高校生は英語喋るんですよ。なんで仲良くなったかって言ったら、この町の郊外にあるタフリーズのなんか城跡に行って、そこになんかバーベキューしてる人が10名ぐらいいて、で1人高校の先生 で英語の授業の、まあ、クラスでバーベキューにしに来たって言って、それで仲良くなって、なんで英語喋るからその人そのこと英語で話しながら、また身振り手振りでそしたら、あとなんか太鼓とか持ってるうちから、じゃあ俺三種持ってくるわ、三種持ってくるわ、遊んだりとかして、すごいね。本当に家に泊まっていくかって言ったけど、うん、いや、ホテル泊まるみたいな、まあ、まあまあ楽しいですけどね、うん、家に泊まるのもいいんだけど、なんかちょっとまあまあちょっとゆっくり一人ゆっくりしたいなって、うん、まあ、いろいろ、まあ、泊まってもよかったかなっていう感じ、うん、ちょっと本当にあと司会ですね、司会面白かったですね、本当に結構でもあれですよ、目に入ったらやばいから、本当にあまりはしゃげないというか、目に入ったらやばいんだ、もうかなりやばい、ちゃんと入らないようにゆっくりゆっくり遊んだんですけど、でも実際に行った時が有料の場所という、有料じゃない場所です、有料じゃない場所って本当入っていけないかもしれないんですけど、そこ入ってて有料の場所があるんだ、手前、はい、手前っていうか、手前、そうそう、手前のところの森を抜けていってそこで入るみたいな、このなんていうの、色が綺麗なとこですか、ね、というか、同じ海なんですけど、施設があるんですよ。施設の中でシャワーとかついてる、プールもついてるところ、そこもなんか10ユーロとかも出て、その時2000円近くしてて、海を入らないんですけど、とか無料で行くんですよ。バックパッカーで言うのは無料で行ける場所があって、でただ行く時はもう水もあんまないんで、水2リットルですよ、2つ持って行って、シャワーあるんですって、これで持って行ったんですけど、最後2リットルバーって水浴びたんですけど、で結構行くまで1時間ぐらいかかるんですよ、この乗り合いバスを2回乗り換えて行くんですけど、もう途中でもう髪パサパサになって塩まみれって感じで、お、行きましたよ、よかったです。はい、とパトリック・ヘルナンデスの Born to be Alive お聞きいただきました。旅の話ですね、中東の話しました。この後ですね、まあ、モロッコとかエジプトも行きました。で、まあ、モロッコの話していきましょうね。モロッコはですね、マラケシュの方から入りました。とマラケシュ有名なのは船広場ってあって、そこはですね、夜になると屋台がたくさん出て お祭り状態です ね、はい、もうそこ本当にすごい面白いです。みんな乗りよくて、そこで初めてですね、ちょうど日本で流行ってた小島優勝のね、おっぱっぴーを初めて見ました。話は聞いてたんですけど、それがエジプトじゃない、モロッコ人が初めてっていうのを見て、結構面白くて、お前面白いなって話して、でこれで、まあ、このね1年後に日本帰って本人見たんですけど、あ、レイさんこんにちは、ありがとうございます、こんばんは。本人見たよりもですね、初めて見たのがモロッコ人だったんで、なんか小島よしおがパクリじゃないかっていう感じで、まあ、逆転現象というかそんな感じでしたね。でモロッコですね、この船広場ってその近くにあるんですけど、アースカフェっていうカフェがあって、すごいよく行ってました。このカフェをですね、今回ちょっとモチーフにして、今新しいお店ですね、カミーノ・ダ・ラブを作りました。もしよかったら見に来てください。オレンジの壁のところですね、もうすごいいい感じのお店があるんで、お店できたと思うんで、もしよかったら見に来てください。でそこからですね、メルズーカって場所に行きました。そこはですね、サハラ砂漠の手前の町です。で泊まった宿から徒歩30分でサハラ砂漠行きます。めちゃくちゃ暑いです、本当に40度近くあって、水持ちながら歩いて、でたまになんかラクダの集団が歩いててとか、結構なんか面白かったですね。でそこの1泊2泊のツアーがありまして、ご飯代込みラクダに乗ってオアシスまで行ってって感じなんですけど、結構ラクダって乗り心地悪くてちょっと怖いですね。はい、で、まあ、でもこれでも4900円で行けるんで、結構安いツアーでよかったです。でまたそれからですね、フェズって街に行きました。フェズがですね、すごい面白くて、もう迷路のような街なんですね。もう本当に細い道で、本当に毎回迷うんですよ。
絶対迷うんですよ。で細い道から荷物持ったロバが出てくるとか、もう何でもありですね。本当にあれも本当に映画のような感じの世界で、フェーズ良かったです。でまたそこのフェーズからですね、北部に行ったところにシャウエンって町があって、そこがですね青の町ですね。町全体がですね2色、濃い青と薄い青のツートンの色になってて、イメージったらギリシャの方のサントリーニ島とか、そんな青い感じので一色になってる町があるんですけど、そういう感じですごい綺麗な町があって、また旅でまたこの話なんですけど、その自分が今やってるカフェもその2色の色をモチーフにしてやってます。本当に結構モロッコですね、すごいちょっと影響を受けたというか、すごい面白かったです。はい。でそこからですねシャウエンで、一番西の方にエッサビラって町もありまして、太平洋側なんですけれども、そこがですねかっこいいんですよ。本当に城下町をうまく使ってまして、その海沿いの町で、結構モロッコの芸術家とか著名人が結構住んでるって町で、すごい居心地のいい町で、そこ一番何がいいかというとですね、イワシが取れるんですよね。で港に行くとイワシの塩焼きっていうんですよ。でこれを持ち帰って宿でご飯炊いて醤油かけてイワシ丼ってして食べてました。もうめっちゃうまいんですよ。もう食べてもう感動して涙出てっていう感じで、久々の、ね、和食というかそんな感じですごい良かったです。でエジプトですね。エジプト、エジプトは大体ピラミッド、あれなんですか、あとは定番で言ったらルクソールの王権谷とか、あとはアスワン行ったらアブシンベルとかあるんですけど、でもエジプト前も話したんですけれども、やっぱ一番いいところはですねシナイ半島のダハブっていう海沿いの町なんですけど、そこすごい綺麗です。はい、紅海、ベニの海って書いてレッドシーなんですけれども、そこのところでダイビングしたりとかもできますし、またそこからちょっと行ったところにですねシナイ山っていうところがありまして、そこではですねモーゼが10回を授かったって言われている岩山があって、そこから見る朝日がすごい綺麗でとか、あとやっぱ一番おすすめはエジプトのですねオアシスですね。そこに行って砂漠の中で寝るっていう、白砂漠ですね、ドラゴンボールのナメック星みたいなところで外で寝るっていうのがあるんですけど、それがすごい良かったです。ということで今日結構もうねまだまだ話したりのが結構あって、やっぱ濃いですね中東アラブは本当に。でも自分も一番結構好きな地方というか、本当に今行けるんだったらシリア行きたいなと思うんですけど、落ち着いてからですね、あと10年後20年後か分かんないんですけど、また落ち着いたらまたそこにまた行きたいなって思ってます。ということで今日ナンクル旅トークお送りいたしました。今回終わって、あと来週でいよいよ終わりと最終回となります。来週はですね南米の話と総集編でいきたいと思いますので、また来週までお聞きください。じゃあ今日ナンクル旅トークですね、また来週夕方6時半からお送りいたします。また来週お聞きください。バイバーイ。レディさんは最初から聞けなかったんだ。そっか。来週の終わりですよ。ですよ、来週聞いてください。来週終わりよ。早いな。レディさん。お、カフェの情報。カフェはですね、カミーノでアラブですね。ちょっとググったら出てくるかな。カミーノでアラブ、高松森さん、すいません。あ、終わっちゃいました。すいません。ごめんなさい、高松森さん。今日は中東の話でした。シリアの話を多めにしたので、もしよかったら、ユーストリーム見てください。シリアいいですよ、シリア。みんなで行きましょう。行きたい。ね、安全だったら。本当にシリア優しいですよ、人優しくて。すごい面白いです、本当に。ググったら出ます。住所はフランス市13-24
ったら出ます。神戸でアラブ、ぜひ来てください。ちょっと面白い雰囲気にすると思うんで、あと、もしよかったら世界一周した時の写真もちょっとありますんで、あの店内には飾ってないんですけど、あのアルバムみたいな感じであるんで、それも見ることができるんで、はい、ね、行きますよ。アレクサンドロスの、川上洋平のシリア育ち、シリア育ちてか、その前にあの来週あたり行こうかな。いや、やばい。あ、カフェ来てください。よろしくお願いします。シリアと思った。ぜひ来てください、レイスさん。あと高松さん、アレクサンドロスっていうのがすごい気になります。誰ですかね、シリア育ちってすごいですね。川上洋平、川上洋平、すごい。シリア本当にいい場所なんですよ。本当にあのよくオレンジジュース飲んでたんで、あフルーツジュースだ、いつも50円なんですよ。朝必ずそれ飲んで、あのファラフェルってやつ。何日ぐらいいるんですか、一家しないとか。もう場所によりますね。初めの街アレッポで1週間いて、俺絶対15日ぶりだと思って、すぐ申請してって感じで、うん。